ところにありこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はここ、行きたいと思います。デイリーチャレンジさんのネザーの荒野ですね。報酬が、アーティファクトとなってます。稲妻の矢筒の256を入手するチャンスですね。一つは持ってるんですけども、もう一つ欲しいところ。行く装備はこれ。久しぶりだね。無謀英雄で行きます。めちゃくちゃ強いけども、すごくリスキーなやつですね。弓はパープルストーム。で、骨のコンボです。羽、エリクサーのカバン、キノコ、これで行きます。それでは行きましょう。パープルストームは久しぶりに装備するね。で、この装備ですけども、あのね、エンチャントが、無謀とデスバーター、クールダウン、ポーションバリアなんですよね。一応安全のためにデスバーターを入れてるんですけども、デスバーターを、サプライズギフトにした方が火力は出ると思う。まあ、ちょっと安全性を取ってるんだよね。OK。まあまあ、行きましょう。ちょっとこれ、めんどくせえやつらだな。本当に。あれだね、エコーを持ってるんだな、ヴァンガードが。確実に、ポーションバリアを入れていかないと、やばいもんね、この無謀は。火力はあるんだけども、よし、耐久力がもうほんと著しく落ちてしまうんで、これをなんとかしていかなきゃいけない。まあまあ、これでもね、よし、HP は、どんぐらいだろう40% 減だから、まあ、100、そうか。パワー251の防具と、大差はないんだな。昔はタワーがなかった時は、この装備が、251の装備が最強だったんで、こういう感じだったんだよね、昔って。耐久力が。それであれだね、ポーションバリアは、絶対必要になるよね。よし、いい。OK。まあ、もしくはなんか、ぬるくなってたんだろうね。OK。いや、しかしね、無謀がついた装備は火力が違う。で、これ、勇者だからこれだけど、他のね、もともと攻撃力が上がるタイプの防具だったら、こんなもんじゃないもんね。勇者英雄だから、これぐらいの控えめの感じだけども。でもね、使おうと思うとちょっと、厳しいかな。ちょっとリフレッシュをしっかり入れていかないと、間に合わないよね。あーもう調子な。OK。しかし余裕だ。デスバーターをちょっとしっかりと入れてから行きたいね。あんまりエメラルドが出てきてくれない。あんまり出ないな。よし。本当に嫌なやつだわ。あぶねあぶねあぶね。よし。ないね、全然。よっしゃ。ここはあれだね、キャプテンもいないのか。キャプテンいないな。まだ？あ、終わり。オッケー。そんなに長くないとは思うんですけども。どうだ？あぶねあぶね。ちょっとびっくりした。いや行ったところで多分なんもないんで飛ばしていきます。ああ。こっち
ットし、よし、オッケー。ちょっと待って、エコープラス変更はやめて、変更は入れないでくれ。あぶね、もうなかなかね。いや一応リーチのね長い武器ではあるんですけども、めんどくさくはあるね。ああ、こっちも槍ぐらい使わないとリーチが間に合わない。よし、オッケー。うまっ、エンチャントのこいつらすらワンパンで倒せるんで全然余裕。いくぞ、あぶね、もうやばい、やばい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 、これはやばい今のラッシュは無理よ、無理無理、霊気ついてるし。よし、うっとうしいなこいつ。 OK、 霊気うっとうしい。オッケー、行きましょう。いや嫌な場所だったな。でまた強制戦闘があるんかい。よし、強制戦闘ぐらいでもガシガシ出てくれれば問題ないわ。オッケー、もう矢はいりません。あとはもうガンガン出ていくだけ。もうクリア。まだ、うわ、ちょっと待って、毒の雲がついてたいやさすがにやられるわ。あぶねあぶねあぶね、毒の雲えぐいな、ダメージが。ちょっと待って、結構効く、すっげえダメージもらう。オッケー、にゃっ、よし。無謀とのね相性の悪い場所だわここは、ほんと。オッケー、デスバーター発動はもうしてるんだ。よし、よっしゃ、多分もうそろそろクリアのはず、おそらくね。最後の最後に一回強制戦闘があるかな、ない、いやある多分。こっちか、あー、よし、これが最後だ。最後頑張りましょう。いやな、ちょくちょく出るな。こっち側出ないよね。もうちょっとぴょん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 していってダイナモ貯めていった方がいいか。ちょっとお前そんなとこ出ないで。よし、これで多分クリアのはず。チクチクするな。あ、落ちた。あの先がクリアのはずだよ。行きましょう。さあ問題は報酬よ。何が出るか。いやいやいや、嫌なやついる。がいる、やめい、霊気やめい、また霊気もう最後の最後にもうこんな出らんでいいって。霊気やめろ、もうクリア。見えてる見えてる、よし、ではお願いします、出てよ。
稲妻の矢筒256。256だけど、バジーネスとか。あ、バジ、いや、でも最強は出たぞ。え、バジーネスと今俺何使ってた ?254。あ、254ね。どう違うの？ダメージが68万7000だったのが、72万8000。ああ、まあ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 、うんうん。4000上がった。まあ、狙いのやつではなかったけども、まあ、いいやつが出ましたね。バジーネストの最強のやつを入手することができました。まあ、残念ではあるけども、まあ、これもこれで良かったんではないでしょうか。はい、ということで、またやっていきます。チェックよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。